今日はね、素早く動くこと、反応すること、あとはボール持ってない人の動きが重要なんで、それも意識してみてください。ボール持ってない人が裏狙ったり、そうですね、間狙ったり、広いとこにいるだけで全然変わってきます。うん、コーナーです。さあ、ボール持ってない人の動き、ボール持ってない人の動き、裏狙ったり間狙ったり、広いとこ続けます、続けます。あとはルックアップして、そう、ルックアップして自分の力出し切ってください。キーパー交代です。いやー、 OK でしょう。あ、足痛いですか、どうですか。さあ、ルックアップしてしっかり自分の力出し切ってくださいね。どうでしょう。そう、ボール持ってない人の動きすごい大事ですよね。 OK、よーい、ナイスボール、ナイスボール、ナイスアンダー。ナイスプレー、ナイスプレー。おお、おお、惜しい。今ちょっとね、周り見たらフリーでしたね。ナイスキー。飯田さん、キーパー変われたら変わってくださいね。また時間なんで大丈夫ですか。じゃあもうキーパー変わらないでこのまま行きますね。ボール持ってない人の動き大事ですよ。ボール持ってない人の動き大事ですよ。裏狙う人、間狙う人、スペース狙う人、ワンタッチあります。コーナーです。三角形できた、三角形できた。いやー
いや、もう十分十分。惜しい。点入んなかったけど、綺麗な三角形が。さあ、ボール持ってないでしょ。そうだね。いやー、惜しい。ナイス展開。そうですね、ボール持ってない人の動き大事です。おーっと出てナイスプレーオン。球際強い。さあ、しっかり見てルックアップ。間来た。おー、間防いだ。間のパス出した。ナイス。いいよ。いい試合だ。集中して。OK。 OK。ごめんなさい。